ません、お待たせしました。機材トラブルで時間押しました。じゃあもう早速行きましょうか。はい、もう時間ていうかバッテリーが心配なんで、悲しいかもね、悲しみかもめ、パタパタ羽ばたいて、ふらふら飛んで、手なんかつないでも、あのね悲しいままで、ピカピカ輝く途絶え星空、今さら見上げても、悪いとか音
とちっちゃいとか大きいとかあったら言ってください。
最後の日に書いた文字を消した時の消しゴムの数教科書の細い溝に挟まって次に開くその時まで挟まった前までいつまでもいつまでも朝顔を持って帰る。よっしゃ。よし。じゃあ次行きます。よし。俺。太田社長です。ちゃんと歌おう。じゃ、なんか逆光で見えにくいとかっていう。あ、はは。今これでいきます。じゃ。言うならば出会った
だって今の僕をあの頃と比べてため息ついたりしてるじゃない。気持ちはわかるけれどもしも君から先にあの頃を忘れようとするなら僕はいつでも君の名前を呼んであげるの。28歳になった少女は左向いたままで僕の話なんか聞かない。もちろん今ではもうビレッジヴァンガードに秘密のチケット、そんなもの信じちゃいない。バカだねこれでまた一つ君を嫌いになる理由が増えて僕はとても大助かりだよ。僕はやはり今の僕をあの頃と比べてそれなりによくやってると思うの。気持ちはわかるけれどもしも君がこのままあの頃を忘れようとするなら僕はおそらく君の名前を呼べはしないの。だって雨が降ってきたからそれなりにくっついていないとこの小さな傘じゃ濡れてしまう、濡れてしまう。ありがとうございます。
ございます。よし。やっぱあのライトが明るいらしいんで、もうちょっとこっちで。ついにサッカーが始まっております。はい。では振ります。何が出るかな。社長でございます。すいません、なんか
ございます。はい、行きましょう。ちょうど社長も帰ってこられました。では振らせていただきます。うわどうしよう。頑張って。のゴム干からびて踏まれた金魚たくさんの割り箸と悪ガキが吐き捨てたガム全部捨てる全部捨てる全部捨てる
くちびきのくじもらったいらない人形片っぽのサンダルと食べ残しのトウモロコシぜうう捨てる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 思い出だけ残していらないものはできるだけでありがとうございます。よし、悲しみかもめさん、悲しみかもめさん、いでよ悲しみかもめさん、太田博史さんです。
悲しみカモメ出ました。もうこれで満足です、僕は。ありがとうございました。100年後の世界、僕たちはバラバラのストーリーをつなげた。とても悲しい物語、ありえない。そんな夢から覚めたの、涙は止まらない。君は一人で泣いている。ありえない、ことはない、意味がない、はずはない。ここにないものはない。でも手にしたいものもない。誰にもわからない。そんなことできるかな。祈りは通じない。とても悲しいことだけど、笑えないことはたくさんあるから、一人じゃ歩けない。誰も涙を浮かべてる。100年後の世界、僕たちはバラバラの。100年後の世界、とても悲しいものが。100年後の世界、信じない。100年後の世界、ありがとうございます。あ、やっとサイコロ振れる。彼女は悔
しそうに笑って、でも美味しそうに残さず全部食べてく彼女を見て、僕は可愛いなって思うんだ。彼女には目がないものが二つあって、一つ目は可愛い虎のぬいぐるみ、もう一つは出来合いのスーパーの唐揚げ、あともう一つ散歩の後の昼寝、もうおやすみ。ありがとうございます。例えば心を置き去りにして、今すぐここから飛び出してゆく悲しい言葉、ささやく人たちは何もできないまま、ねえ今はここで黙って待つよ君を、だけどねまたすぐに寂しくなるな、先に行くよさあ。すべて置き去りにした、あの部屋はまだあの頃のまま、流した涙、忘れた人たちは何もできないかな、ねえ全部忘れても構わないよ、だからね今全部バラバラにして壊してよ
さ、明日は晴れそうです、やっぱり雨かしら、君に会いに行くよ。8月11日に神戸でポーの一族さんとツーマンライブをさせていただきます。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。はい、左はもう覚えてないんでホームページ見てください。どうぞ。大人だ。8月31日に梅田のハードレインで悲しみかもめ自主企画かもめの涙その2をします。詳しくは悲しみかもめで検索してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは第4回サイコロライブ三つどもえ終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。